ベンデルシュタインは、ドイツ南部のバイエルンアルプスにそびえる山。ベンデルシュタイン3階の最高峰で、標高は1838メートル。北石灰岩アルプス山脈にある、バイエルンプレアルプス東部のマングファル山地に属する。露出した立地のため、バイエルンアルプス前越しによく見渡せる。ライザフハ川とインガーに挟まれた渓谷に位置し、東側からは、 ラック式鉄道のベンデルシュタイン鉄道、西側からはロープウェイの利用により山頂付近まで到達できる。マングファル側の支流へ合流するユンバフハ川が山の北側に橋を発する。渓谷の集落にはブランネンブルク、バイリッシュツェル、オスターホーフェンがある。山は主に山上気候機の傘乗り目によるベッターシュタイン石灰岩からなる。傘乗り目の生息地は 熱帯地方の浅い証拠である。岩石の色は、開白色とシミのついた薄灰色で異なる。年間降水量は 1714mm。ドイツ国内で上位20位以内となる非常に多い降水量がある。ドイツ気象局速攻所の観測地点の99%は、ベンデルシュタインさんよりも少ない数値を記録する。最小受月は10月。 最多月の7月の降水量は10月と比較して2.6倍になる。降水量の年による変動量は極めて大きい。ドイツ国内の速攻所のうちの3%だけがベンデルシュタイン3よりも高い変動量を記録する。ベンデルシュタイン境界駅周辺と山頂をつなぐ小道山頂にはチャペル、天文台、速攻所、ジオパーク、 遠くから見ることができるバイエルン放送の送信アンテナ塔がある。山頂から約100メートル下ったベンデルシュタインとシュバイガーバントの間の尾根に宿とベンデルシュタイン鉄道とロープウェイの駅、アンテナ塔の設備、山岳救助隊の山小屋、ベンデルシュタイン教会がある。ベンデルシュタイン鉄道はオットー・ボンシュタイン・バイスにより1912年に付設されたラック式鉄道である。 駅周辺の建物と山頂の間は多数のカーブや階段を設けてあり、未熟な登山者でもたどり着くことができるように舗装された小道でつながっている。当期は小道を通行できないため、山の中原に天文台職員、速攻所職員、中継局員用の駅接続リフトがある。鉄道近くの見どころは、小乳石や石順がよく発達した夏に入っても、まだ氷の残る。 ベンデルシュタイン洞窟である。ベンデルシュタイン教会はドイツ国内最高所にある教会とされる。1889年7月1日に山頂から100メートル下の岩石の多い尾根に礎石が置かれ、翌1890年8月20日に教会が建造された。道内にパトロナ・ベベリーが置かれ、教会はブランネンブルクの聖母飛翔天教区教会の衛生教会として、 ミュンヘン・フライジング・ヒロツカサ教区によって運営されている。ドイツ国内最高所にある教会とする説明について、1981年に、ツーク・シュピッツェに建てられた、ツーク・シュピッツェ教会のような他の校所にある施設は、教会ではなく、礼拝堂とされる。定期的なミサと結婚式は夏に、山の教会で行われる。ありがとうございます。